アントニー・ロビンソンは、イングランド・バッキンガム・シャーシュ・ミルトン・キーンズ出身のサッカー選手。プレミアリーグ、フラム FC 所属。アメリカ代表。ポジションは DF。11歳の時に、エバートン FC のユースアカデミーに入所。2015年にトップチームに昇格。以降 U-18 や U-23 チームで、プレーするも、2シーズンでトップチームでのプレーは叶わず。 2017年8月4日、ボルトンワンダラーズ FC へのローニー席が発表。2017から18シーズンは、エフルチャンピオンシップで30試合に出場。2018年8月9日、今度は、ウィガンアスレティック FC へのローニー席が決定。2018から19シーズンは、ニブリーグで26試合に出場。 シーズン終了後の2019年7月16日に、ウィガンへの完全移籍が決まり、3年契約を締結。11月26日のミルウォール FC 戦で、プロ初ゴールを記録。新天地で主力選手として活躍し、2020年1月には AC ミランが獲得に乗り出したものの、メディカルチェックで不備が見つかり、破断に終わってしまった。結局ウィガンに残留となり、 2019から20、シーズンは38試合1ゴールとフル回転した。2020年8月20日、フラム FC と4年契約を締結。10月4日のウルバーハンプトン・ワンダラーズ FC 戦で、プレミアリーグデビューを果たした。イングランド・ミルトン・キーンズ出身ながら、代表はユース世代から一貫してアメリカ代表でプレー2018年3月に、 フル代表に初招集。5月28日のボリビア戦で代表デビューを果たした。ありがとうございます。